あるさ、またあのチケットいいさ、ね、まあね、写真笛の調子がおかしい。なるね、やっぱりおかしいね。ワイド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 、はい、なんでインターネットか。いや違いますよ、ホイティさんの子供の学園祭があって笛の調子がおかしいんですよ。あ、いや、だだだかしてみた。あ、うん、だ吹いてみようやど。あ、わかった、どうぞ、ドキドキよ、せーの、どれ、なに今の、みんなと、ね、ハゲちゃべん、替えのパンツ、フリムーンラジオ。はい、水曜日始まりましたよ、うん、うん、ちょっと少しだけ話があるけど、ちょっとお願いね。何？あの、今糸満か寄ってるけどさ、糸満のフレンドハウスって弁当屋さん、とっても仲良しになってから、で、そこのねーねーに、あの綾野さんって、荒垣綾野さんっているけど、三振で新人賞取った白川議員ねーねーなんだけどさ、言ってたね、あとさね、で、そのねーねーとも仲良しになって、で、タッコーさんってあの副オーナーがいるわけさ、その人が僕のことをもうデイジ好きしてよ、うん、やきもち合うわけよ。あら、また 30×2 ぐらい年は、うん、その人フレンドハウスのタッコーレさんが ×2×2 はいはい、オーナーの直美さんも、うん、もしよかったらフリムンの、うん、スポンサーお願いしたいと思います。で、それでもう一回そうだけど、あの、現場の方行ったらまたこの綾野さんと会うんですけど、こっち4択してたら、あの、あのシェイクっていうか、あの大工さんの白間さん、白間さんがいて、で、焼き餅焼いてるんだぞ、その人ももう宮之助べーって言ってからよ、もうあれだけさ。で、そこで会ったあの、小林さん、小林正和さん、その人も9月からぜひスポンサーの方よろしくお願いいたします。じゃあホワイティさんからも、はい、小林正和社長、スポンサーお願いね。はい、したいや。はい、はじみんど、はい。はい、セイリンタロウルマリ、はい、MC もみやびん。イエーイ。白間さん聞いてるかね、はい。次、はい。聞いておいてほしいな。うん、はい、昨日はセルラースタジアム、ノーカウントゲーム、残念でございましたが、今みんなビール飲んで盛り上がってんだろうな。超羨ましいです。今夜もよろしく、ホワイティニシェラです。絶対いいはずないけどね。昨日行ったんだけど、はいはいはい、ま、代わりに、うん、あの石峰と大峰 あのパフォーマンス見れたからいいかなということで、ああ、そうよそうよ、犯人はね、なかなか犯人は元日ハムのね、うん、糸数計測が雨男ということが判明したので後で何か考えときますエコザイルです。はい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 、怖いよ。で、あのイキペアなんですけど、うん、
多分今日、また今日ずるして見に行ってると思うので、後でみんなで攻めてやってください。飲んでるはずよ。ラジオよりどっちが大事かってね。怒ってあげて、怒って誰か怒って、うん、で、あと、うん、骨折したんだけど、うん、なんか最近中毒なってきて、また今日もストーカーしに行ったって寂しいことです、はい、勝ち見らりんやってことは、もしかしてバル姉さんも、あ、バル姉は、うん、なんか、うん、新しい男にひっついて旅行中って、うん、おやおや、あ、いや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 、羨ましいね。もう早いね。リンタローマジョンネパールインじゃないね。多分追いかけていってるかね。追いかけていったから。いや、じゃあ日がリンタローさん、日がリンタローさんの身に ね, ね、後で聞いてみましょう。見えてるよ、はい、はいはい、それでは、はい、じゃあ、はい、今日のメニュー、はいはいはい、オープニング後はお送りいただいたメッセージ、うん、というわけで今週のテーマは飲み屋の話ね、なんか今月はね、スナックの日があるみたいで、はいはいはい、それにカッコつけて飲み屋の話だ、ありすぎてよね、デージャンバーちょっと暴露できないのがいっぱいあると思うので、うん、ほとんどってない、放送できる範囲でお願いします、うん、にゃんど絶対危ないよね、はい、うん、マルバイとかこんなの怒らんよそれモーミーがいつもやってるんですね、うん、よさ、はい、でですね、今夜はですね、名古屋は9時10分からの中継となっています。というわけでメールアドレスは moon@fmginowan.com moon@fmginowan.com またこの番組はユーストリームで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。あとツイッターも連動しているので、たくさんのツイートも待ってます。この番組は中川名木流海企画東牛のキラキラグループ創業67年中村製菓民謡居酒屋やってもおれ南栄開発株式会社トリプルエイト池原農園フリムーンファミリーの提供でお送りします。あとモミさん、こちらまた可愛くサイマル放送もやってます。リッスンラジオで FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページにも再生ボタンがあります。完全に同じ放送をお楽しみいただけます。ところがどっこいスマホでお聞きの場合は無料アプリリッスンラジオで聞いてください。全国のラジオ局から九州沖縄をクリック、 FM ギノワンを選曲してください。リアナトン、うわーかわいい、はい、じゃあ一旦 CM です。パンキランキよ最高いいでしょ。月が頭にみんたま、それが私の癖になり、毎週水曜夜9時のフリムンラジオに夢中です。フリムンラジオどうからこのマーコが歌とろたのがプラモデル風じだ。はあ、なんでじ。あ、ちょ、プロだよ。あ、いい、僕インド、一応。一応とか言って。僕インドって言うけど、うん、今日10分から名古屋中継ということで、変、すっごいショートメール一つ。あるよ、モーミンとか。あるあるよ。はい、読んで。はいはい、パラナイヤ、うん。はい、泉さんの特急サザンです。飲み屋での、あ、飲み屋での話ですか。数年前友達と居酒屋に行ったとき、友達が店にいた酔っ払いに、うん、これなんか絡まれ喧嘩になり、
僕もとばっちりで体にお酒をかけれるということがありましたね。警察が来てことは収まりましたが、お酒を飲んで人に絡むなんて最低です。お酒は楽しく飲みましょうねって。やんど、一応終わった周りにはいないよや、いない、こんなのは。おじいも言ってたけど、酒は、酒座を楽しく飲むものって教えられてるから、やんど、それは、ね、暴れないでください。うん、人にかけるもんじゃないよ、かけるもんじゃないよ、飲むもんだよ。そう意見一致してるみたい、飲むもの、ね、いやもみ、ね、まだある一人かけるもんじゃない、飲むもんだよ、嫌な感じしてるだから飲むよ飲むはい、次は、はい、あ、おうおう、あ、もうすぐ名古屋だよ、名古屋、うなへったな、ちょっと早いけど、呼んでみてはい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 、名古屋のお三人方、チャーソーが、あ、ピカピカさん、はい、ピカピカさん、はいこんばんは、ダンサーズでございます。はい、こんばんは、はいはいはい、昨日の、セルラスタジアム、ノーゲームだったんですよね。だるって、だから、いや、残念だったですね、なんか、ね、走ってましたよね、誰かは知らないけど、あれね、井口のユニフォームつけて、大峰翔太が走って、大峰がベースランニングした後に、西武から水口が出て、その後、次、石峰が出ましたね、3名。そうなんですか。で、自分は取り逃がしたけど、2人は抑えました。最初の大峰だけ抑えられなかった動画で。いきなり抑えるって何抑えるでしょうか。いや動画で抑えてアップしてるんで見てください。ああベースランニング、あ、また動画の方見させていただきます。はい、私もね、最近ちょっと野球見に行ってないですからね、久しぶりに名古屋ドームでも行こうかなって思いました。いいかも。これでもですね、一応ドラゴンズファンなんです。知ってます、知ってます。分けてや、名古屋で、名古屋。名古屋で、ドラゴンズファン以外だったら何やられるか分からんと思う。ぜひそうでやってほしい。それがですね、意外といるんですよ。ジャイアンツファンとか、タイガースファンとか、意外といるんですよ。あとで、後ろからダンサーズに刺されますよ。注意してください。あのね、意外とジャイアンツファンも根強くいるんですね。やっぱりね。まあ、そうなるところで、今日は、イキペイさんが楽しまれてるんですかね。多分後で電話してください。多分、取らないと思います。そう、楽しんでるから。そうですね、だいぶ酔っちゃ、酔っ払ってるんじゃない、はい、もう今頃、ね、いやね、そうよ昨日も出来上がってたよ。そうよ、そうそう、あ、そうなの、まあ、ダンサーと、あ、それとですね、今日のテーマのダンサー、今日のテーマのですね、飲み屋の話ですか、ダンサーと実は飲み屋で失敗したこと一度もないんですね。あ、本当にな、泥酔したっていうことがないんですよ。おお、すごい。うん、むしろその泥酔した人を介護する、する立場になっておりまして、こうもうね、そういうね役割いつもしております。あ、介護するの女の人だけでしょ、はい、おいや、いや、それがですね、女の人も男の人もいるんですけど、その女の人の中で、身近にいるんですね。その人に今変わります。はいはいはい、はい、はい、皆さんこんばんは。はい、こんばんは、はい、イソニコミスキーです。はい、飲み屋の失敗は数知れず、まあいろいろあります。もう放送できることから放送できないことまであるので、もう小出しにラジオで投稿してますけども、今回は割愛させていただきます。もうそれとですね、今味噌煮込みなぜかよくわからないアレルギーが発生しましてですね、もう今日まさかの中継でノーメイク状態で中継に赴くというこの事態、つくづくラジオでよかったって感じです。本当だね、怖いね。で、後から送ってみ。いや、もう本当に今ね、ツイキャストが今日なくてよかったなと思ってますよ。見てみたい。見てみたい。いや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 、ね、もう、あ、なんかちょっとツッコミ入りそうだったので、やばいに、とりあえず王子に変わっちゃいます。はいはいはい。皆さんこんばんは。はい、こんばんは。滑り王子でございますよ。はい、チャーシンディー、はい。今日はですね、琉球ポリゴンさんでもね、ボーカリストをやっていただいてますね、コタンさんから、生中継させていただきたいと思います。はい。今日のゲストはですね、皆さんもよくご存知だと思います。倉敷ののんぺさんでございます。よろしくお願いいたします。あ、のんぺさん。こんばんは。あ、こんばんは。久しぶり。あ、1年ぶりです。だるよね。うんうんうん。のんぺさんは。なんか今日。うん、はい、
のっぺさんはうちは近くだった名古屋岡山の倉敷です。あっちから来てるわけ。そうです。あっちょうばやしさ、はいはいはい。もみさん、あのですね、はい、今日ですね、はい、明日ですね、うん、実はですね、のんべさん研修があってお仕事なんですけれども、ちょっと前日入りしてもらってですね、こちらに、ゲストに出ていただきましたよ。あ、仕事関係で来てるわけ、はい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 、ありがとうございます。あ、はいはい、はい、うん、フリムラジオ出てくださいって言われて、うん、のんべさん元気ないよ。すいませんね。あのね、もみさんね、うん、僕はね、いつもね、うん、思うことがあるんですけどね、メールで、写真をね、うん、アップされるじゃないですか、のんべさんが、うん。もうあの時のね、映像を見るとですね、うん、もう僕がね、いつも、ビクシャーあれ、また殴られてるけど。ね、あのビッグサイズをね、見るとね、本当にね、心をときめいちゃいますよ。のんぺさん、いつもあの食べ物の写真送ってくるけど、あるあるなの、もうこれ全部貯めておいてあるの、この必ず行ったところも写真を撮るっていう。そうですね、食べに行ったとこは大体撮るようには最近はしてます。人の写真やから全部食べ物の写真が多いんじゃね。うん、そうですね。すごいよね、量がすごいよね。ぜひ沖縄に来たときはあっち連れて行こうね。糸満にフレンドハウスってあるからさ、すごいところがあるよ。あ、うん、またねえねえもタッコーさんって可愛い人がいるから、こっち紹介するさね。あ、ハブ食堂でさ、うん、焼き飯だったって、うん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 、あの量はちょっと半端なかったですよ。あれ食べきれないよね。いや、食べ切りました。あ、過食あれ、ワンガ神様、あれ、はあ、3分の1残してよ、あれ。自分の。あ、俺はハブ食堂1回も行ったつけないからな。完食ですよ。完食は。挑戦してみて。20分完食です。20分。うわ。はぁ、おっきよ。のんぺさん、ちょっと、大柄だった一応、180センチ、80キロ。いいぐらいだね。あ、じゃあ太ってはないね。若干太り気味。今度じゃあ沖縄来た時はぜひ自分があっちこっち連れて行きますので。あ、すいません、ありがとうございます、うん、大丈夫です。すごい、ヒージャーも大丈夫だよ ね、 あのね、スタジオの、あ、ごめんなさい、はい、スタジオの皆さんね、はい、もうそろそろ名古屋終わりになるんですけども、はい、今日はですね、もう一人ね、あれ、先週もいた、ん、名古屋の高橋さん、今日セグウェイでまた来ちゃった？タイガ来ちゃいました。誰？あのね、高橋さんがね、はい、今日もね、横にいてね、あ、来てるわけ、工事を監視してるんですよ。あ、滑らないようにね。安定の、あのね、安定はしないですね。もうそろそろね、いろんなところで本当に先週も言いましたけどね、王子の隔離政策が始まってますんで、いろんなところにね、なんていうの、出向くわけじゃなくて、放り出されそうな気がして、ね、しょうがありませんね。はい、スタジオの皆さんもそうしないでね。もみさん助けてね。スタジオの中入れてね。はい、なんか言ってる、スタジオの中に入れてね。どうしようかな、うん、CM 入る。もう名古屋終わりです。エコちゃすいません、仕切り直しで CM 入らせてください。はっせ、かわいそうやさ、すごいな。
てるきなたけみです。私はフラーソング、フラートークが大好き。ハゲチャビンも大好き。そんなフリムーンラジオを応援します。はいさーい、ビューティーの日賀さとしです。友人のブラック日賀さんに代わります。わあ、俺はブラックトークのフリムーンラジオにハマってるぜ。やみつきになるぜ。聞いてるか、おいイケベ。そんなフリムーンラジオを応援するぜ。はい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 、うん、あのちょっと緊急でちょっとお話があるんですけど、今日マンゴタンゴさん電話でゲストでトークするんだったけど、ワンガヨ電話忘れてよ。もし聞いてたらあれ自分のに、うん、あの LINE でもいいので電話ください、うん、マンゴタンゴさん、うん、お願いします。ごめんなさい。アワティーハティーして忘れてさ、あの後でハゲシャビン、うん、お仕置きしますんで、あ、はいはい、もう頭丸めます。丸まってるからいいよ。吊るす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 吊るして引きずるって、はいはいはい、オッケー、はい、オッケー、ビタン、はい、次、はい、じゃあメリコ、はいはいはい、じゃあ先ほどの倉敷ののんぺさんからです、うん、はい、のんぺさん、はい、こんばんは、イケペイさん、モーミーさん、はい、フリムーンラジオの皆さん、名古屋チームの皆さん、お元気ですか。シャメは名古屋のカレーうどんです。大盛りです、ま、その下は先日の弁当のシャメです。今日のテーマ多いな全部。今日のテーマ飲み屋の話ですが、アルコールが苦手な自分は連れて行ってもらった店しか分かりません。昔のスナックの話ですが、冬の寒い時期に千枚漬けに入っている赤唐辛子が気になって、ママが食べますかっていうのではいと言ってしまった自分に反省しました。10センチぐらいの大きい赤唐辛子はプハーとなるくらいに辛かった記憶があります。勢いで返事をするのはやめましょう。あの頃自分は若かった。またメールします。バイミーって。10センチぐらいの10センチの唐辛子赤唐辛子、あの鷹の爪あるね、うん、長葉よく食べますかって言われてはいって言った。あっさびよな。デージュース唐辛子思いです。とんがり、わた、次男がいるわけよ。遠、うん、離れたさ、うん、自分の弟よ。あれがヘッチ、小さい時、うん、お母のおっぱいだけすっぷるからよ。高齢語するよ。乳首に出したの覚えてるわけよ。あれは、何モミーが塗ったの、ワンがよ。塗ってからよ。お母さん、お母さんそのまま濡らしてるわけよ。え、マジで俺も手洗うこと便所んかいいんじゃん、ばって。足ふ拭いたからよ。いいちゃべよな、デイジ。なち学校休み。洗って、洗って。うん。はいはい、じゃあ行くよ。はいよ、はい、フリムメンバーの皆さんこんばんは。初めてお送りしますって お便りします。名古屋からメジカラプリンセスです。はいはいはい、ありがとうございます。はじめまして。テーマ居酒屋の話ということで、少しショックだった話をしようと思います。会社の飲み会の幹事を任され、メインにあんこう鍋がつくコースを選んだんです。今まであんこう鍋なんて食べたことがないので、期待に胸を膨らませて来店しました。いざ鍋が登場した時に、入っていたあんこうが大きな骨と少しの身しかなく、これがあんこうと言い思いながら食べてみたものも、そこまで美味しくもなく正直残念で、会社の人たちにも申し訳ない気持ちでいっぱいでした。そしてあれがあんこうだったのかも謎でしたね。フリムメンバーの皆さん、こういう経験はありますか。またお便りします。ありがとうございます。ショックですね。え、骨、うん、あれ、あんこは骨大きくないはず。あれ大きくない、ほとんどあの深海魚はもろ、骨はあんまりないよ。骨な、なんだろう、な、何あの鍋にしたらどんなんだろう、プルンプルンになっちゃうのあれ。プルンプルン、あれゼラチンが多い、ね、ね、多いわけよ、深海魚よ、うん、あんすぐとあれこれ、うんぐとあんよ、あれが、うん、あれか、みやこんちはあれだ、今日、うん、これヒージャーですよって言って、インゴアとか入ってるわけよ。ナイチェルメさん、ごめんなさいね、これ本当の話ですから。今は大丈夫だはずよ。平成は大丈夫だはず。あ、ちょし、白間さんが言いたさ。ヒージャー殺してから、うん、あ、一応潰してから、うん、こう潰したりとか、美味しいところだけ食べて、身がないってよ、うんうん、どっかにインゴア持ってきて入れてたに。あれかな、このあんこも誰か食べちゃったかね。骨が大きいんで、うん、これあんこうじゃないよ絶対。ここの居酒屋があれだね、
あら、うん、骨が大きいのでこれマグロとかこんなの あれだぞ、うん、光り物のマギー魚絶対アンコウじゃねえよ、うん、だってさばいてる感じ見てたら結構、うん、あれ吊るして吊るしてやるさ吊るしてやって身も結構、うん、身もあれはもう、ね、内臓も全部使うさ、うん、そんなに骨だらけって感じのイメージもないんだけどやんど、うん、あれはじゃあアンコウじゃありません、うんうん、もうポリンセスさん謝ってください、うん、皆さんに土下座していやいやいや店の人でしょ謝るのそうあんこ鍋とか言ってる、うん、そうだよ、ね、店の人がはいじゃあ行きましょう、うん、最初にイケペイ不在に気づいて、うん、また野球見に行ってでしょって感じの、うん、コメントくれた、うん、沖縄ニワンチュールさんからニワンチュールさんはい、はい、さて飲み屋でのことなんですが私は全くではないものの飲み屋に行くことはほとんどありませんとたまに沖縄料理を出される立ち飲み居酒屋によってちょいちょい飲んで帰る程度と、うん、はいそんな私ですが今まで飲めなかった泡盛も立ち飲み居酒屋のおかげで飲めるようになりましたと、うん、いうことで、はいはいはい、美味しいよねやっぱね島だね、うんはい、ただ牧港にいる両親と一緒に飲み屋というのは私が去年沖縄に帰省して食べ放題の焼肉屋に連れて行ったきりでそれ以来自宅で夕食ばかりで家で夕食となれば私の場合酒はノーサンキューで飲まないと家飲みはしないとそうなんだ、ね、たまには父と差し飲みしたいところですが逆に父は断ってばかりあ母ももともとアルコールが苦手なので飲めないこともあり糖分は難しいでしょうねってそうなんだ逆に俺家飲みがいいけどね、うん、下手に飲みに出るよりは あれやさあの誰かがいないとあんまり美味しくないやさ話し相手がいないとあ一応ねだから相手募集中ですさらっとここで募集します切なる願いで す, いでエコザイルです、はい、エコザイルもそろそろ勝ち見られるよ、ね、いやいやいや自分はちゃんと二十歳未満はお断りです、うんあはいね、犯罪者になりたくないので、うんそうねはい、あ糸間にいるあこれぐらいなのこれぐらい、こっちは行き過ぎなので遠慮します30の ×2 になってるねそれはあれあれはもう彼女のあれモーミーにあげるよ、ね、年金もらってるはずよタッコ愛してるよあっちは3枚肉もう1個増えたねなんでエジだとはいはいはいいいねはい行きますフリムーンネームエイミー姫です、うん、フリムーンのスタッフの皆さん、はい、名古屋の皆さんゲストののんぺさんリューティーさんのアピールよろしくってあなかったねフリムーンズの皆さんお疲れ様です今日のテーマ飲み屋の話ですねあるあるあるよってちょい若い頃の話ですが仲の良い友達と居酒屋での出来事です30代の若者出会いコンパを6人で居酒屋で開くことに、うん、しかし1人の彼女が都合で来れなくなりました私がパパさんとカウンターで一緒にいたらなんとその彼女の代わりにママは座るだけで大丈夫と私に入ってくれるよう頼んできましたパパさんも座るだけだからと安心して OK をそしたらなんと年齢上の私に振ってきましたかっこ苦笑いなんで私に結婚してるぞ子供もいるぞと心の中で話した笑って1時間後にごめんなさいと訳を話して退散しましたパパさんは家でぐっすり寝ていましたとさえ、ほったらかして帰ったのパパパパダメだよどうして帰ったのパパいやことよ危ないよすぐ盗まれるよ本当だよあっしゃびよいパパレンタルしようかなって言ってたのにエミ姫が順にそっさ俺がやるよやないよダメパパ帰っちゃダメそこは勝ち見当館とびっくりした捕まえたわけたはいはいオッケーオッケーオッケーはいなあもう一ついっちゃっていいかしら、うんはいはい、こんばんはフリムンメンバーの皆さん名古屋のゲストのんぺさんリスナーの皆様兵庫のシーさんの夢みーさんですみーさんはい今日のテーマやばいです、うん、話ありすぎます、うん、まず22歳の時に大阪みなみで急性アルコール中毒で倒れて救急車で運ばれたよ4年ほど前は酔っ払ってミスタードーナツの店で倒れて耳、顎切って8針縫いましたと貴様よ怪我するのがデージャンバー電車の中で知らんおっさんに声かけて寝てたのに、うん、降りるでって言って起こしてしまったし最近では去年飲みすぎて寝て扇風機当たりっぱなしで脱水症で救急車で運ばれたということですあいや今年はおとなしくしましょうね
ではまだいろいろ小ネタはあるけどこれくらいにしておきますです皆さんもビールが美味しい季節なので、うん、飲みすぎないように気をつけてくださいな。ではまたメール出します。またやってこんな人と飲んでみたいな一緒に よく今まで無事でいられた。いや食ってよ8針塗ったんで、うん、デジョス8針、ね、すごい聞いて耳と顎だよ。耳顎8針8えわね、ナイツでラーメンで溺れそうになった人たしきたんばってあラーメンにチラチクマにすご鼻も全部つけてうーうーしてるわけよ、うん、聞いたよ聞いた分かち見てあげたことよ。わわもわの顔見てからなんだバカ野郎とかのあげんばってだからさたしきらんけやった志村けんかな志村けんかなラーメンで溺れて死ぬ人いるはずよ。もうもう一回つけてあげればよかったやことや戻してあげてじゃあ戻すねガーッパシャはあ、はい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 すごいね溺れちゃうんだね、うん、じゃあ、はいはいはい、そうそう、うん、もうマグ単語お繋がってる繋がったうんちょ声かけてみてはいはいはいマグ単語さんはいこんばんはこんばんはええごめんや電話はしってよはいかけてたよね絶対かけてるよね何回か何回かかけた終わんのにゼロあ、ゼロよかった信用してるんだね、ワンのこと不合会で忙しいいや、見えちゃったよ不合会で忙しいはいはい、それではあの、だ、はい、もうマンゴタンゴさんでいい普通に読んでいいかねもう言ってしまってもうガッツリ言っちゃってるあのマンゴタンゴってなんかいいアビーカンティスさ、うん、はいはい、じゃあ、はい、じゃあみんなに紹介しようね。はい、オルマシエノビの、池原農園って今回もう来月からかあの、うん、スポンサーになることが決まって今日はもう急にですけども電話かけたんですけど並木はいあのいやいやあ、むよ普通並木に浴びたこと、うん、並木、うん、並木はいはいマンゴーはいつから出荷、はい、最盛期かね出荷始まるのが7月10日頃からですね、うん今もある、はい、今まだないまだは収穫はまだ始まってないです。あ今じゃあ作業はどんなことしてるわけ、はい、あマンゴーを袋に入れてるところです。あこの前ディン太郎がやってたさはい袋に入れないと熟したらそのまま下に落ちてしまうのであーはい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 あやんば日焼けもしないように、はい、じゃあこれ7月のはい10日頃から出荷できそうです。おこれどれぐらい期間はあるわけ7月10日から8月の半ばぐらいまで約1ヶ月半ぐらいです。あっしもう休みなしだね。はい、もう朝から晩までお忙しい。ああ、はいはいはい。だ毎年というかあのこの前もあのディスラー会で、はい、マンゴーのあの差し入れっていうかもうプレゼントしたさね。はい。もう最高良かったよあのあそこのライブハウスでもさ。はい。もうこれライブハウスの人もみんな喜んでからさ。あ, まあ、あと小さいやつもみんな1個ずつもみんな分けてあげたさもうすごい美味しかったよではいありがとうございます、うん、でこれあれなのはい、これ内地でも出荷っていうかはいやってますはい直接も買えますし内地にもあの黒猫大和で発送してますあ発送してるはい送料全国一律なのでああはいはいはい、はい、北海道まで行く、はい、北海道までも行きますおー OKOK、はい、これじゃあなんていうのあの お中元があるさねあはいあのお中元とかいろいろのしもこちらでいろいろ対応してますのでああぜひあのラジオ聞いてる内地の皆さん、はい、池原の家のよろしくお願いしますはいなきあの、はい、じゃあ池原の家のアピールってやってはい、はい直売から全国発送までしてますので、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、では番号は電話番号が 098-923-0093 ファックスが 098-923-1006 ですのでよろしくお願いします、はいはいはい、ドラッグ市場にも出してますので検索してくださいこれあっちにもあこれあっちにも出してるあのファーマーズっていうかあのあっちが、はい、チャンプルーラーはいチャンプル市場にも出してるあ出してるあオッケーオッケー、はい、池原農園のちゃんとラベルも貼られてる、はい買ってます。はい。あ、オッケー、オッケー、わかりました。サンプル市場の方は、うん、もう、お家で食べるようなものも、お安く出してますので。あ、オッケー。はい、畑教えてね、今度。はい。なんで、教えちゃダメよ。内緒です。内緒です。
あ、ところでじゃあ並木、あの今からまた、はい、あの、はい、なんていうのあれ作るからさ、CM、はい、よろしくお願いします、うん、これは任せてね。はい、絶対ハゲとかこんなの入れないよ、普通に。優しくぬえが優しくに。今だから名古屋のダンサーズなんかも聞いてるはずだからさ、もうあっちすぐお中元の時はそうあっちからバンバン来るよ、すぐ注文が。おー、うん、いいね、うん、滑り王子もマカチョーケーって言ってる今。おー、はい、大丈夫さ。お願いします、うん、じゃあ CM の方できたらまた送るからさ。はい、じゃあよろしくお願いします、うん、オッケーオッケー。え、母ちゃん元気か、はい。うん、あ、まだ、ま、ぼちぼち。あ、そう。一応母ちゃんあれでよや、うん、話聞いた、はい、あのディンタローやか、うん、モーミーのファンでよや、うん、大好きって。あれや、あれ読んでろ、あれ、あっし、母ちゃんまたマンゴーもらいにおいでって。あ、来るよ、行くよ行くよ。母ちゃんも聞いてる。母ちゃんはちょっともう寝てます。あ、寝てる。あ、オッケーオッケー。早、早寝早起きだね。オッケーオッケー。じゃあまたたまにはキレキレグミにも遊びに来てよ。あ、はい、わかりました。はいはい、じゃあね、ありがとうございます。はいはい。ありがとうございました。失礼します。はい。はいはい。すごいね。役と畑教えないわけよ、これよ。そらそうだよ。なんか。モーミーに教えたらダメだよ。袋外しに行きそうだよ。こそっと袋外し。あら、待って、今。怖い。怖いよ。怖いよ。何はい、今足がつってる、待ってよ。もみの足がつってるって。ね、足つってる。じゃあつってる間にメール読んじゃうね。はい、うん、はい、こんばんは。梅雨真っ只中の名古屋から、名古屋のキノピョンです。今日のテーマ、飲み屋の話。私は基本、美味しいカクテル数杯を堪能して、美味しいお刺身と焼き鳥なんかあれば、かなり満足な私。お酒がたくさん飲めて、お酒に強かったら吉田類さんみたいに居酒屋巡りして、いろんな人といろんなお話できたら面白いだろうなって憧れます。ちなみに私が初めて泡盛を飲んだのは、味噌煮込みスキーさん、ダンサーズさん、滑り卵てんてんてん、あ、滑り王子さんに連れて行ってもらった居酒屋だったのですが、炭酸で割ったほんの少しの泡盛で天井がぐるぐる回ってしまって、一緒に泡盛を堪能できなかったのが今も心残りです。私は置いといて、お三方はさすがの飲みっぷりでした、笑って。すごいね、泡盛、炭酸で割った泡盛で天井がぐるぐるしちゃった。はあ、うん、自分はまずないな、ごめん。泡盛はぐるぐるしたことないな。泡盛はね、うん、基本寝るからね、自分寄ったらね。あ、酔いが回ったら勝手に寝る。ああ、そうなんだ。でも外だったらほら寝れないじゃない、この出先の。ああ、出先だったら、うん、飲み屋さんとかだったらだね。うん、そんな時無理して起きてるとぐるぐるしちゃう。ぐるぐるしないな。やっぱどっか壁にもたれかけて寝たりとかな。どっか隅っこで寝たりとかね。そう、得意みたい。私エコがね、寝てるとか見たこと、すごい喋ってるのは見たことある。喋るかも、三振が止まんないって。どっちかだね。うん、で、それが終わったら、うん、勝手に糸切れたようにプツンって寝る。はい。一回ちょっとね、皆さん見てごらんなさい。いやいや、見ないです。楽しいわよ。はい、じゃあ、自分もう一つ行こうね。うん、フリムーン、うん、パーソナリティの皆様、うん、チーム名古屋の皆様、うん、リスナーさん、うん、こんばんぽ。あ、こんばんぽ。モアイ大好き、ひとみくちゃんでーす。はい、今日は飲み屋の話ですね。私は飲み屋でというよりは、食事がてら居酒屋で酎ハイを一杯だけ飲むといった感じですと、うん、でも飲み屋の雰囲気は楽しいので、ウーロン茶とコーラーで結構長い時間付き合いますよ、うん、だから友人の集体は全部知ってます。一番びっくりしたのは、20代の頃トイレに行ったら、普段は真面目でしっかり者の友人が、うん、何かを下ろしたまま洋式便座に、はい、股を広げて寝てた時ですね。あのその時さすがに友達やめようと思いました。今は立派な主婦ですよって。あ、よかった。はい、今日も病院のベッドの上で笑いをこらえながら聞いてます。退院したら居酒屋行きたいなということで、あの、退院したら連絡ください。ぜひぜひ。モミが、あの、うん、ちょっと退院はやると張り切ってるんで。そうだよ。あの病院か、うんば、うん、今ね、あ、そうね、ひとみこちゃん後から電話するよ。そう、退院したら、うん、あの、みんなで退院はいいやろう、うん、はい。あ、やんど、いや、
おみ、わがそろそろ入院するはず。今足つってよ。出ちゃった。だからさ、あの俺も笑いをこらえながら読むのに必死ってば。走る今も。見てよ。私さ、モーミン急に立ち上がったじゃん。絶対おならだと思ったのね。やんなや。やばいと思って。あ、逃げれないと思って。どうしよう。どうしよう。どうしたらいいのみたいな。うつるさの、また足つるよ、またしーしーしーびっくりした、はいはい、だってさ、お尻急にこっち向けんだよ、だってやばいと思うじゃん、ね、このポーズはーと思ってどうしようさ、超焦った。じゃあもう、はい、いっちゃうよ。はい、はい、次はね、鶴ヶ島のカズニー。はーい、こんばんは。はい、カズニー、はい、フリーラジーパーソナリティの皆さん、名古屋チームの皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。はい、去年の年末に20年ぶりに大学の友人と会い、居酒屋へ、はい、近況報告をしながら楽しくお酒を飲んでいると、テレビの取材が来て、飲み代を支払うので家について行っていいですかと言ってきました。結構飲み食いをしていましたが、予定があったので断ってしまいました。あいや、終わった。後日テレビのオンエアでちょびっと出演しましたって。いいんじゃない。あ、テレビで、ね、これ何すごいね。飲み代、家について行っていいですかってどういうことなんだろう。なんか、うん、お宅のなんかおうち訪問みたいなのがあるんじゃない。あるじゃない、今日昔しちゃった朝ごはんとか。ああ、え、でももう夜だよ。夜だから、じゃあ突撃行った夕飯って。いや、居酒屋にいるから、うん、今更夕飯はないはず。ああ、やっぱすごいね。え、フリモンでもこんな番組してみようや。モーミーがやったよ。で電話でモーニングエイトというもん。朝ごはん、あらごと、うん、朝ごはん、はい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 。突撃隣のなんとかみたいなですね。はいはい、ね、うん、じゃあモーミー担当で、うん、多分実現しないと思います。何、うん、よ、はい、大丈夫。じゃあいきますよ、うん。フリムーンの皆さん、はい、ワンバンコ、ワンバンコ、はい、お久しぶりでーす。読みたんのエイリー金魚デッシュ、お久しぶりでーす。久しぶり。はい、うん、ねえねえ、はい、で、はい、若かりし頃ありますよ、うん。会社の帰りに飲んで。うん、救急車で運ばれて、目覚めたらなぜか老人病棟のベッド。老人病棟、はい、で早朝に隣のおばあちゃんから、うん、お姉さん戦争はもう終わったかねと飛び起きて、びっくりして飛び起きたよって、聞いちゃみよ、おばあ大丈夫かねって、うん、でも昔の私は偉かった、うん、その足で家に帰らず会社に行けたもの。あ、すごいな、すごいね、うん、はあ、多分救急車で運ばれてということは、うん、あの言わなくても分かります。急性アル中ですね。あ、やすごいな、はいはい、今はそんな根性ないなって、うん、自分も一回感じちゃった時に、うん、あのテンパって、うん、バーってやってたら倒れて、自分も一回運ばれてアル中で、はあ、急性アルコール中毒。いやがアル中なったんば。一回だけ、30代の時に、ね、じゃあ、あの普段は何でもないよ、いつもの量も飲んでないのに、うん、やっぱ感じでやっていろいろやってテンパってバーってやったせいもあって、なんか気づいたらクラって、で気づいたら、あ、運ばれてましたって。危ない。1回だけある。1回でいいよもう、ね、もう嫌だって、うん、それからはもうだいぶセーブして飲んでるさ。うーん、あ、さっきのなんかあのツイキャスできてる、うん、なんかあのオタク訪問みたいなやつ、あ、テレビ、あの沖縄にワンチュールさんから、テレビ東京お得意の素人出場番組ですねって、あは、家ついて行っていいですかって聞かれるやつ、うん、へえ、ぜひあの、うん、多摩森文の家にお願いします。勝手に突撃、ね、夕飯って言ってからよ、うん、そうだね、うん、テレビ東京さん、あ、きれいから、はいはい、なんかあのどうしよう、魚の目玉出されるから。しかもマグロのでかい、そうそう、グロいやつ、ね、でっかいの出される、グロいのね。テレ東さん待ってます、金かなね、はい、夜中に順番、夜中。あら、もったやんか、ランド。はい、フリムンモーラです。はい、モーラさん、はい、はい、こんばんは。フリムンの皆さん、名古屋の皆さん、倉敷ののんぺさん、今日のテーマ、はい、飲み屋の話、うん、昔々40年ほど前の飲み屋での遊びですが、うん、皆さんご存知ですか。じゃんけんポンで勝った人は相手を締め、1、2、3、ドビンチャビン、ハゲチャビン、即、うん、早くテンポよく続けるゲーム、詰まったら負け、負けた人はオール乾杯、オール、ナイトクラブなどで流行っていましたよって。モミさん、ホワイティさん、よくやったんじゃないでしょうか、アンシェって。やった、やったろ、またこんなのないやつじゃないよな。うん、ドビンチャビン、ハゲチャビンもやったよ。なんかドビンチャビン、ハゲチャビンに、なんかあの千田三尾ゲームみたいな感じの
あれで。あはー。記憶がある。私の記憶はなんかその、1、2、3はみたいな。ドビンチャビン、ハゲチャビンな。いやいや、ハゲチャビン横にいるし。ミヤコはね、カチュラでやるのカチュラや。ミヤコそんなにやるぐらいよりはお通りが流行ってるからね。今も昔もね。そうそう、また土曜日お通りテイクエースにやる。ドビンチャビンハゲチャビンスミン、ドビンチャビンハゲチャビン、まさこれちょっと調べてみたいね。だからや、はいはい、ね、土曜日早速試してみよう、はい、いきます、はい、強ポンからでーす。はい、強ポンポン、はい、フリムメンバーの皆様、リスナーの皆様、はい、パギハギ、はい、ヌメガ、はい、こんばんは。はい、こんばんは。ハギチャビン強ポンだったはず。はい、飲み屋の話ですねって、うん、僕が牛タンを覚えたのは家の近くのスナックの親父に連れて行ってもらって食べたのが初めてです。牛タン、うん、これも飲み屋の話でいいかねって、うんうんうん、親父ゴルフクラブ追ってごめんな。ではさらばって船橋駅周辺に今から飲みに行きます。いいやつ、ね、あ、飲むから順番うらやましい。いいはずよ、うん、ね、ねえ、年会またしかさらんきよ。でえじゃん。ワンチャーしかさりいろや。ほいほい、ね。はいはいはい。次はもう。めいちゃんから来てるよ。めいちゃん来てる、うん、はい、進撃のめいちゃん。フリムの皆さん、うん、タバさん。そして、はい、今日も美しいホワイティさん。分かってらっしゃる。うん、今日もこんばんは。なんで、お仕置きお願いしますね。何のお仕置きかな。やっぱり、うん、写メは昨日の様子です。エコ先生、ありがとうございましたって。なんで先生って。分からん。うん、では飲み屋の話、今行きたいのはせんべろですねって、うん、1000円で何品か楽しめるので、何品かか、何品か楽しめるので行きたいですね。ぜひ何かのイベント終わりにせんべろしませんか、わら。では楽しく聞かせていただきますね、またお会いしましょうって。あ、めいちゃん、昨日の楽しそう。あ、俺が撮ったんだよ、さ、あの、あ、本当の写真。あ、はいはい、エコ先生が載ってるじゃん。そうそう、糸数、うん、雨男の糸数検索と本人が暴露しよったからね。あ、そうなんだ。そうなんだ。放送で、あ、雨男ってだから、あのラジオで、うん、聞いてたから、しっかりポケットラジオ入れてて、豪雨だからね。あしがめいちゃんせんべろし、たらんと、これ体見たことあるか、うん、わった2倍してるさ。あー、だって背高いしさ。せんべろやんな、これ 1,、うん、1万ベロ、これ、うん、1万せんべろじゃ足りないよ、めいちゃん。上位たらんよ、めいちゃんや、ね、もうそこはエコ先生にお願いして、うん、はい、やんど大丈夫、はい、あのめいちゃんの財布から取ってはいせんべろねって、うん、なるほど、ね、これ何回繰り返してあげようかなえ、よっしゃ、この前のせんべろね、ようこ電話くんしが、うん、いいよもう、あ、いいか、うん、あれな、あれ絶対ちちょんどちよ、はい、4ヶ月年しが、やばいな、はい、じゃあ、はい、次、はい、はい、もう、いや、あるか、なんとか、と、終わりました、うん、あ、終わった、うん、で、うん、ツイキャスも、うん、だいぶ今日来てるんですよね、うん、あ、なんかコインもいっぱいもらっちゃってるね、ありがとうございます。もう、あ、ありがとう、ね、沖縄にワンチュールさんがさ、うん、コンティニーコインお願いしますってやってから多分、うん、入れてくれるのは、うん、ケインかな、ケインとかシュンさんだって、あの無料のやつが2枚1日もらえるわけさね、うんうん、それを入れて5枚入れたら30分延長だから、ジュンちゃんからも来てる、入れてくれてるわけよ、ジュンちゃんからも来てる、北海道のジュンちゃんからも今来てる、あ、はい、あ、埼玉の NK さんだ、これ、これ、よく、え、コイン何の意味か、これコイン？後で教えるから、あ、うん、やばあ、埼玉の NK さんちょっと読んでいい？あ、どうぞ、あ、いいよ、はい、たまに古い雑居ビルの飲み屋に行くと、うん、えらい急な階段を乗って入る時があります、はいはいはい、帰りは蒲田行進曲にならない注意します怖い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 階段落ちね、怖いよ、あれこれあるね、あ、蒲田とかいっぱいあるよ、雑居ビルのね、階段ね、階段落ちで思い出したけど、うんうん、うん、前の会社に行った時、うん、二大救急したんだね、はし、階段から打て山な、階段じゃなくてちょっとした段差なんだけど、うん、バランス崩してゴロン、あの言い合いやってさ、は、飲んだらヒートアップして言い合うさ、ちょっとした段差で、押したらつまずいてゴロンと転んで血が当たってて大丈夫だったんだけどさ、はし、これでだから言い合いで二人もつれて倒れて、二人血流して救急車二台デージュだったよ、酔っ払い、これが危ないやんか、これわけよ、ふざけてあるそのがよ、そう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 、あ、だから楽しく飲もうね、やんの、本当に、あ、上位だったらもうごめん俺が悪かったで謝れば終わりさ、ね、やんばって、え、逃げるがちだよ、が逃げる、うん、そうそうそう、どっちかよ、すぐごめんなさい、目止めがあったらごめんなさいだけどぬぶい、あのぬぶいふざれたらすぐふじ返して、うん、転ばして終わりだけどね、やめてよ、ダメよ、ふぐい勝ち目のふぐい、悲しい
悲しい、すごい。なんで俺一回やったからいいよ、一回潰してあげたからごめんなさい。サーロ兄さんが階段滑り台にすればいいんだって。そうそう、いや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 、まさに怖いって。あれあれ、足が飲み屋とか行ってから、あの朝朝方になってから那覇で寝てるのいっぱいいるさや、うん、あ危ねえ、販売機のそばから足とか出してるわけよ、うんうん、あ降りてってからそうポンポン兄さんや、うん、危ないよ、いや起きんよ、いやいや、ああいう時あの冷たい水を股間に垂らしてあげたら、うん、漏らしたと思ってブッと飛び上げる、そういう人、うん、あの2回くらいやってあげた。1回よ、スナックの角の方でな芝居また人が寝てるの分からんよ。靴に、足びか出てるわけよ。はっしゃびや。ひさけちゃかき。本番中におならやるといいや。人にかけるといいや。愛順にこれ本当のことだから いいさなんで。道で寝ちゃった。なんと、ワニキシーバー引っ掛けるんだよ、そこ。怖いよ。歩道も気をつけて、みんな。歩道で寝てる人たち、もう身にシーバー引っ掛けられるよ。気をつけてね。はい。あ、でも自分もお箸持ったまま寝てる人見たことあるよ。あ、おしまい。なんかあの、お腹空いたんだろうね、飲んで。なんか買って、こう、檻と、こうやって。もみ、うん。こうやって寝てる。もみ。あ、なんで電波によ、匂い乗せた。臭いって苦情来てる。だが。純ちゃんから、北海道の。臭いって。臭い。電波に乗せた匂いを。電波、電波し北海道までいいんじゃん、ば。ごめんなさい。北海道まで。純ちゃんごめん、少し出てるやつさ。み、みがよ、みがよ、み、みがよ、ちぼるいじとんうとろしたの、で、足直ったよ、足直った今足直ってる、またすぐ釣るはずよ、うんって、やんの発生さくら、初めてやっさ急に立ちゃうの、ビビる、あーすごいね、ジョニー、ミーダさんか心配だったよ、見出さなきゃ心配だった。どこで？こっちでよ。うん、出すな。出しそうな勢いだったからね。ほっと思って。自分も立ち上がりそうになったよ。やばい、逃げたい。いやいやいや、ちょっと待って。俺が大変。マイクだけこうやって持っとくから。逃げていい、そう、せめてマイクだけ持ってから逃げてね。グイーン。あ、あの、はい、だこっちの、だ開局してから、なんだ最初。わんが眠ってる写真があるさ、道で、うん、うん、あれ忘年会とかじゃないの、あれ、タが写した。誰が写したか、あれ、はい、誰が写した、わからん、誰かね、道路で、俺じゃないことは確かだね。俺は逆に引きずってタクシーに乗せるのが大変だったから、それどころじゃなかったって、そう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 、あ、やったんば、うん、で、その後、携帯なくったったっつってなかったって、携帯なくしてスマホはないからさ、とか言ってっつってわえこざえるたお家からもお正月よ、うん、歩いて帰ってから携帯ねえなってよ、うん、すごいな、電話ボックスも持たんねえならないなのから、うん、片見てからよ、山ほどあるよ、朝まで尽きないね、この話出したら役とや尽きないな、尽きない、あのスナックの反対側に、うん、あのちょっとコンビニがあって、うるま市の方、まあ、コンビニ のあっちに眠ってたっけよ、うん、なんていうの、あの花壇があってからよ、うん、足パンツはお店の前にある。あ、パンツはらん。パンツは履いてる。ズボンがお店の前にあんばって。朝は朝。高校シータがバンネットウィンバーよ。見る目から、わ、うるまもリンターごわししてからね、そこ。怖い。どこのつもりで脱いでるわけ、それ。おお、ちょっとばっぺてないかや。やって。あ、でも、はい、ナルトラさんも自分は飲み屋でカラオケのマイク握ったまま寝落ちて。うわ、はいはいはい。すごいな。じゃあ、来週のテーマ、はい。来週のテーマね、すごいよ、はい、ちょっとでかい、うん、なんと6月29日、うん、明日はビートルズが来た日なんだって、あービートルズ、ビートルズ来日なんだって、うん、なので来週のテーマは、うん、外人タレント、あ外人タレント、ざっくりとざっくりだね、うん、はいはいはい、まあ、好きな外タレさんなんか、うん、いたら、うん、いっぱいいるね、子供の頃好きだったなとか、 PB ケーツとかソフィーマルソー出た、うん、出た、あーソフィーマルソー、モミマライアキャリーって言える、マライアキャリー、うん、ケリーね、ケリー何だもんね、バックの名前みたいになっちゃって、でもだったらソフィーマルソーだった、自分あれデミムアもいいな、あデミムア、うん、タイガマンチェガタレントというか女優、あ女優映画、
ね、だ来週のテーマ外人タレント外人タレント外人タレントもう外人、まあ、な全部外タレさんまとめてあれ、まとめてあれでさあのアーティストだろうが何だろうがもう、うんうんうん、外タレでまとめて外人タレントアメリカにかけアメリカアメリカ、うん、アメリカ以外にいっぱいあるからさうちなんちょあのポーランド人でも、うん、イタリア人でも全部アメリカだからよそうね、うん、来週のテーマ外タレさん、うん、ヤンディ外タレです外タレ、うん、あれこれ好きな外タレさんとか、うんガンガン送ってください、うん、あらかきのあやの聞いてるからね来週送らんとお願いだよ、うん、あ、マンゴタンゴさんおいっ子が後を継いでますああすごいはいはいはいなみきごめんねまた後から電話するさのりさんのりさん早い外人タレント管が回りあ一応ハーフハーフも認めるいいハーフいいしもんよ、うんね、マリーも OK よマリーも OK うん全然 OK 送っていいなものマリーマリーにちょんどはい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 飛鳥健さんマイケルうんいいねもう今月はね特に、はい、命日だし、はい、結構人気あるね、うん、あのマライアキャリー、うん、あーマライアキャリーあっしナイスバディさえありゃねマライアキャリーやケリーあ沖田にあるじゃん、うん、ヨン様もガイタレですよ一応ガイタレですね、うん、ヨン様生きてるかすいません生きてる大丈夫あの北海道のじゅんちゃんさ ん, ん, ちゃんホワイティーさんはガイタレではないと思いますキッスイのジャパニーズでございますよ、ねね、何のハーフかって言ったら福岡と香川のハーフっていうことああ一応糸見せよ終わったや千葉のどっかに絡んどよ隣のさはいはいじゃあそれでは終わります、うん、じゃあはい糸もみなさんもこれから聞いてくださいねはいはいはいじゃあ今日は MC もみはいはいホワイティーはい、ミキさんのエコザイルでした。イエーイ。はい。はいはいはい、白間さん、バイバイ。バイバイ。白間さん。タッコーさん。はい。あやのー。バイバイ。あ、だけど、ゲストで来てほしいね。あ、来るってよ。あ、そこと。来て来て。10月頃ね。お願いだよ。はい。偽語訳先生。